ハトミュラの使い方と与え方作る際に用意するものがありますのでご用意ください。まず、栄養強化液を作ります。栄養強化粉末が入ったボトルに水道水または軟水を上部の45の目盛りまで入れます。 よく振って粉末をすべて溶かします。溶けにくいときは割り箸などでかき混ぜてください。溶けたら栄養強化液の完成です。ハトミュラワンの粉末を少量取ります。 この時の粉末の3から5倍量が出来上がるので作りすぎにご注意ください。先ほど作った栄養強化液で粉末を溶かします。まずは1対1の割合で溶かして粘度を確認します。濃すぎるので1対2の割合にします。 まだ濃いので1対3の割合にします。ちょうど良さそうです。粉末が残らないようにしっかりと混ぜます。よく溶けたら給仕するシリンジで吸い取ります。 湯煎用のカップに40度から45度のお湯を注ぎますシリンジごと湯煎にかけて温めます完成です与え方 出来上がったハトミウラワンをシリンジで吸います。必要に応じて細口ノズルを取り付けます。与える直前まで湯煎で温めておきます。口を開けて少量を流し込みます。ハトの場合、くちばしを両サイドから軽く押さえるとくちばしを開けることが多いです。 一度に与えすぎると詰まらせてしまうので少量ずつ与えます。首裏のそのが膨らむまで与えます。ハトミウラツーの場合もワンと同じです。 2には栄養強化液は付属しませんのでお湯で薄めて与えてください。1と同じように与える直前まで湯煎で温めておきます。くちばしの両側を指で押さえるとくちばしを開きます。 給仕目安は本人がもういらないという反応を示すまで与えます。以上、鳩三浦の使用方法でした。